胸が躍る思いで今この場に立っています。ぜひ今年はサポーターの皆さんの期待に応えたいと。で、去年悔しい思いをたくさんしましたから、たくさんそれを返していきたいと思います。今日この日に、新スタッフ、それから選手全員が揃って、今日のトレーニングから、始めているので、非常にそれは、大変嬉しく思っています。で、昨年、9月の末に、テクニカルダイレクターとして、クラブに戻ってきてから、J3 降格阻止というのがミッションでして、まあ、それを富樫監督はじめ選手たちとスタッフと、でき、もちろんクラブ関わるサポーター含めですね。で、それ以後、J リーグアウトで、育成優秀最優秀、育成クラブ賞、それを2回目を、いただきまして、それから元旦にベレーザが皇后杯の優勝できて、少しいい風が吹いてきてるなと思っております。で、今年の、チームは、ベルギーのその育成の歴史伝統を大事にしながら、そこでの、成長してきた選手、今いるトップチームに在籍している選手、それから、昇格、それから大学から戻ってきてくれた選手というベルギーの緑の血というのを、やはり、サッカーの根本において富樫監督が昨シーズン終盤に作ったチームを基盤に、作り上げていこうと思っています。で、新しく、フォワードとミッドフィールドと、センターバックのところに期待する、ブラジル人、トリオを、取りまして、新しいシーズンに、向かっていきたいと思っています。今年も監督を引き受けさせていただくことになりました富樫です。とにかく今は身が引き締まる思いであり、また選手たちの顔を見て、ワクワクしています。サッカーは相手があることだし、もちろん自分たちがまずしっかりやるべきこと、それは、トレーニングであり、またピッチ外、応援されるようなチームになれるようにスタッフ、また選手と一丸とともに、やっていきたいと思います。大きいこと、あるいはたくさんのことを言おうとは今日は思ってません。とにかく毎日の練習を見て、もらったり、またゲームを見てもらって、それを応援したくなるようなチームを作っていこうと思います。一緒にサポーターの方々と戦っていけるよう精一杯努力していきますので、今年もよろしくお願いします。僕は小さい頃からずっと東京ヴェルディのファンで、まあ、そのクラブにこのような形で帰ってくることができて本当に誇りに思ってますし、まあ、その小さい頃からファンだった人間がこのクラブでプレーするっていうことは、まあ、サポーターを代表するっていう気持ちで、まあ、楽しんで本当にやっていけたらなっていうふうに思ってます。まあ、これから、まあ、難しいシーズンが始まると思うんですけど、必ず強いヴェルディを取り戻すために頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。小中高とかになって、また大学を経由してまたこのくらい戻ることを本当に嬉しく思いますし、ヴェルディに感謝しています。ヴェルディのために、そしてサポーターのために、今季は J1 上がるように全力で頑張りますので、よろしくお願いします。Desde já agradeço a confiança de vocês todos e estou muito feliz por estar aqui e pretendo ajudar a equipe a ser campeão e subir para a primeira divisão, que é o meu objetivo. Nossa, konnichiwa. Estou muito feliz de estar podendo vestir essa camisa do verde, um time que tem tradição, um time que abriu as portas para mim. Agradeço a diretoria pela confiança. Espero poder corresponder ao máximo para a torcida, para eles também. E tenho o objetivo de ser campeão esse ano, de subir para a primeira divisão, levar o verde à elite novamente.
espero que no final estejam todos felizes comemorando o título e o acesso. Como os outros jogadores falaram, muito contente de estar aqui. É, lógico que a gente conta com o resultado. A gente, no fim da temporada, quer estar comemorando e que todos estão trabalhando para isso e vão trabalhar para isso, mas hoje o que a gente pode prometer é muito trabalho, dedicação e se os resultados vierem, vai ser feliz para todo mundo. Então, agradeço as bem-vindas, espero que possa corresponder como toda a diretoria está esperando e só eu sei como muita gente estava dentro desse trabalho para eu poder assinar esse contrato. Então, eu também gostaria de agradecer. Espero corresponder como eu falei. ジュニアユースとユースと6年間育ってきたこのクラブでプロとしてスタートできることをとても嬉しく思いますし、とても感謝しています。ベルリーのために毎日毎日を大切に頑張っていきますので応援よろしくお願いします。小学校5年生の秋からこの歴史あるクラブで育ってきてもらって、そのクラブでプロの生活をスタートできてとても嬉しく思います。僕たち若手の成長がチームの成長につながると思うので、日々成長していきたいと思います。人の心を動かしたり、また見に来たいと思えるようなプレーをして、このクラブが本来いるべきところに早く戻れるように頑張るので応援よろしくお願いします。昨年11試合、富樫監督になってからの成績が3勝2敗 6引き分けという成績でした。でこの11試合だけを見ると、ベルディはいろいろ勝ち点同じチームありますけど、9位なんですね。でそこの中で得点が7、失点が6という数字だったんですけども、やはり失点6は満足できるんですけど、得点7というのがやはり少ない。チームは、非常にコミュニケーション、取れてきて、それぞれの選手のストロングポイントが、その11試合で出るようになり、それぞれの選手のウィークポイントをやはり出さない、ストロングポイントを出すような、やはりそういう、ベースができてきたと思ってます。まあ、それ選手にもスタッフにも、まずその基準としてその9位、いい場合ですね、いい場合、まあ、20位のチームなんで、あんまり大きなことは言えないんですけども、やっぱその11試合の結果に対して、内容に対して、プラスアルファを補強、強化をして、まあ、今シーズンに臨んでいくと、まあ、そこはスタッフの選手とも、同意ができているので。目標設定はその9位以上のところが現実的なのかなと思っております。まあ、今年 J1 に当然ですけど上がりたい、上がる気持ちは持ってますけども、それを念頭に置くんではなくて、去年よりもプラス、そしてまた今年より来年プラスと、チームが若いですから、その若さをより成長させて次につなげていきたいなというふうに今は考えております。